旧美馬商業高校の研修会館を改修して、このほど発達障害者総合支援センターアイリスが開設され、記念式典が行われました。アイリスは小松島市に開設されている発達障害者総合支援センター花水木の県西部サテライトとして開設されました。式典には関係者およそ40人が出席。飯泉知事が、発達障害のある方やその家族が安心して暮らせる社会づくりに全力を傾けたいと挨拶し、テープカットで門出を祝いました。アイリスという愛称は、県内外から応募があった195点の中から選ばれたもので、命名した徳島市内の国原明美さんに表彰状が贈られました。アイリスの花言葉は希望。ギリシャ神話の虹の女神も意味します。また式典では記念植樹も行われました。植えられたのは美馬市の花サルスベリと小松島市の花花水木です。地元芝坂小学校の児童らによる若芝太鼓の演奏も披露されました。施設の見学も行われました。アイリスでは池田支援学校美馬分校と連携した早期発見支援のための生活相談や指導、西部テクノスクールと連携しての就労に向けた実践的な職業訓練などが行われます。また来たいって言って言ってくれるような、相談室を目指そうと思って県西部や県央部にはこれまでこのような施設がなかったため、保護者の方々も開設を喜んでいます。障害を持つ子っていうのは、こう育っていくスピードも遅いので、親がこうかかる時間も長いんですね。やっぱりそういう点では親もちょっと楽になったということは言えるんじゃないかなと思いますね。県としてはこれからも早期発見早期対応はもとより、福祉医療教育そして就労支援と、まさに四位一体の発達障害者総合支援ゾーン対策をこれからもさらに進めてまいりたいと考えています。県西部に発達障害者支援の新たな拠点ができました。発達障害のある方やその家族が安心して暮らせる社会を目指して、支援の輪が広がります。